そんなことないわ。みんなが頑張ったから勝てたのよ。本当だってば。ちょっとごめんなさい。ねえ、ちょっといいかな。面倒だから単刀直入に言うわ。さっきずっと私の方を見てたでしょ。それ以外にも最近気がつくとこっちを見てることが多いのよね。関心？なるほどね。そういうこと。別に。ごめんなさいね、猫かぶってて。こっち側を知らなければよかったとか、そういうことでしょ。違うの？あなたと話してるとどうも調子が狂うのよね。すみませんでした。変な深読みして勝手に怒ったりして。それじゃあ私着替えがあるから。あら、もちろんいいわよ。屋上で私を驚かせようとした罰の続きを受けたいのよね。何がいいかな。肉体、精神、経済とあるけど。あ、そうなんだ。そんなことはないけど。あれ？なくはないかな。ま、いいわ。今日のところは楽しい話で勘弁してあげる。そういう話をするってことは、あなたはそれが何か知ってるのよね。
どうしてそういう話をするのかな。私、なんだか恥ずかしくなってきたから戻らせてもらうわね。もうすぐクリスマスだからね、忙しくなってきたのよ。それは構わないけど、あなたの得になる要素なんてないわよ。うるさいわね。やればいいんでしょ、やれば。平気。ムキになんてなってない。ねえ、一つ聞いていい？あなたが無償で人のために動くのはどうしてなの？私だけにって人はたくさんいる。でもそういう人たちとは少し違う気がする。そう、無自覚なんだ。作業に戻りましょう。積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。
したの？あまり人前で話しかけないで。ねえ、さっきは何の話をしてたの？パーティーって聞こえたんだけど。ごまかしても無駄よ。実はちゃんと聞こえてたりして。ありがとう。